山木先生、お疲れ様です。お疲れ様です。目指せ部長就職活動、これから会社を選ぶあなたに戦略を構築する前の業界研究ですけども、ですよね。はい、そうですね。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、IT メディアの中にもいろいろあって、このソフトウェアっていうところに分類されたねところを見ていきたいと思います。まあ、ソフトウェアというとね、今本当どんな製品、どんなちっちゃなものにもソフトウェアがない製品はないんで、はいはい、ね、もう絶対あるじゃないですか、本当に純粋な機械物ではなければ電子が絡むと必ずそこにソフトがあるんだけど、まあ、ここでいうソフトウェアっていうのはね、少しまた、分野を絞った分類となってますので、まあ、その辺もちょっと含めて見ていきたいんですけど、はい、ですから、ここでいうソフトウェアっていうのはこの 0.6 兆円ぐらいということで、まあ、そんなでかくはないんですよね。はい、ちょっとその辺を見ていきたいと思いますけども、業界規模としては 0.6 兆円なんですけど、伸び率がね、まあ、7% 超え、しかも利益率も 11% なんで、まあ、非常にね、業界としてはやっぱりこう、まあ、有望な分野ですね、っていうような、まあ、ところになります。さあ、じゃあ こういうふうに分類されたところにどんな企業があるのかなんですけど、これまでのトレンドですね、まあ、非常に右肩上がりで、成長してますと。まずね、1位から10位、日本オラクル、トレンドマイクロ、オービック、ジャストシステム、ミクロ情報サービス、オービックビジネスコンサル、サイボーズ、クレオ、PCA、ソースネクストと、まあ、いったようなところが、まあ、ここの業界に、まあ、分類されていると、まあ、いう感じですね。やっぱりね、圧倒的にこの上位3つが売上でも相当、まあ、占めてるなって感じですよね。なるほどね。はい。はい、で、もうちょっと下の方まで見ていくと、出てくるんですね、フリー。ね、フリー。アクセス、東海ソフト、クスターズ、リックソフト、チームスピリット、エイトレッド、私も知らない会社もいっぱいありますけど、まあ、こういったようなところとなってますんで、まあ、こういうようなところをまあ想定したまあ業界ということで、まあ、少しお話をしたいというふうに思います。ちなみになんか平均年収が下がってるんですけど、この業界が伸びてるのに。そうですね。これは経費削減でティーアップってあれじゃないですかね。ね、どうなんですか、これね。ね、伸び率の高い業界なのに給料下がるって面白いですね。そうですね、うん、サラリーマンからすると ね、 株式投資面白いですね。株式投資家からするとよしって感じだけど、従業員からすると、ね、たまったもんじゃないと、頑張って伸ばしてるのに、うん、確かにね、なんか正社員をほら、ね、外注さんに変えてると か、 なんかそういうのが見える多分ね、そういうこうやっぱり激しいコスト競争あとはやっぱりこの、うん、最終的なプログラミングをしてコーディングしてやっていくような作業ってやっぱ地道な作業ですからね、うん、でもそういうのって大体最近ね、もうね、正社員やんないですよね、外注ですよね。そうですね、まあ、そういうトレンドは確かにありそうですよね、うん、はい、もうプログラマーとかいらないような感じじゃないですか、もう世の中的にはね。確かにね、はい、本社にはね、まあ、そこで間違えると大変なことになるんですけどね、まあ、そういった意味での、はい、まあ、外注化みたいなのもありますよね、うんはい、だって今までの会社だったら伸び率良くて利益率もこんなにアップしたら平均年収も高くなってもいいんじゃないかなと思って、もともと平均年収ね、他に比べて高いですけどね、はい、はい、そんな感じのところですと、はい、ですね、でこのちょっとトレンドを見ていきたいんですけど、まずね、ソフトウェアの会社で、まあ、この売上が 0.6 兆円ぐらいで、まあ、ちっちゃいなと思うんですけど、もうちょっとね、視野を広げてソフト全体の売上っていうのがちょっとありまして、これをちょっと見ていくと、これは結構大きいんですよね。これ特定サービス産業動向統計調査っていうのを経済産業省がやってまして、まあ、ここのデータが確実にソフトウェアの売上って伸びてるんですよね。まあ、本当にソフトはどこにでも重要だし、まあ、そういった意味でのこの何、裾野は非常に広いと、まあ、いうことはちょっと分かっていただけるかなというふうに思いますね。で、まあ、トレンドとしてはですね、まあ、先ほどもそうなんですけど、この2015年からちょっとこう角度が広がってる、この理由についてはですね、はい、インターネットの普及と回線の高速化というふうなことになってまして、はい、この何、インターネットの回線がやっぱり最近すごく早いですよね。うん、まあ光っていうのが相当、全国に普及していて、あとその携帯とか、Wi-Fi とか、
まあ、そういった意味での、なんていうんですかね、線でつながなくても、どこでもこうつながるような環境っていうのが、かなりこう、まあ、できてきたと。うん、ですから、まあ、その何、昔ね、もちろん、その、携帯電話で自体でもいろんなことができますけど、まあ、今、パソコン持ってても、まあ、どこでもネット環境で、まあ、仕事ができたりとか、そういうのが相当やっぱりこう普及してきたという意味での、まあ、その波及効果っていうのは相当まあでかいっていうのはちょっとトレンドですよね。でさらに 今後ねまたいろいろこうこの辺はトレンドになっていくと思うんですけど、もう一つがクラウド、これがもう非常にこう進んできたと。昔はねもう自前で、まあ、サーバーとかを構えて、それなりの IT エンジニアを置いて、まあ、いろいろやってきたわけですけど、もうほとんどね今はもう大きな企業がこのクラウドベースに相当移行してますよね。ということで、まあ、サーバーレス化っていうのが進んできましたということと、そのそういったこう、まあ、インフラといいますかね、サーバーみたいなものっていうのは基本的にはあんまり価値がないと。ソフトウェアを動かすための、まあ、その基盤となるところと、まあ、そういうところは全部お任せして、本当に自社にとっての価値あるソフトウェア、そこだけにちゃんとフォーカスしましょう。作る方もそうだし、それお金を出す方もそういうの形で、まあ、見ていくということで、まあ、SaaS、ソフトウェアザサービスというような考え方で、その製品を開発したり、またサービスを提供したり、提供を受けたり、課金スキームがそうだったりということですね。こんなような形っていうのがこのクラウドによって、まあ、相当進んでるということだというふうに思いますね。それともう一つはやっぱりこのブラウザーベース、うん、昔はねもうとにかくみんながソフトを買ってまあExcel でも何でも必ずその自分のパソコンにインストールして仕事をしましたけど、もう最近もうこのインストールする必要を出すとないですよね。ないですね。全部もうサーバー上ですね。スタッフとのやり取りとかも、はい、もう Chrome でもまあなんかブラウザーを開けて、そこからソフトを立ち上げて、はい、ブラウザー上で全部仕事をすると、もうそうするともうそのブラウザーにねログインするともうそこに全ての仕事の環境があるみたいな、そんな形になってくるっていうのもですね、まあ、結局データとかソフトとかその辺っていうのもクラウド上に全てあると、はい、でネットを前提として、まあ、そういった作業環境になってるっていう意味でもね、まあ、相当大きな環境の変化っていうのが実は静かに押し寄せてるっていうか、そうですね、まあ、そういうことすら気がつかずに、なんか普段使ってると、皆さん。5年前とかまではまだ作った Excel を送信するみたいなやってたんですよ、僕も。そうですよね。でも最近は、まあ、最初はちょっと抵抗感あったんですけど、クラウドの中のこの情報を入れて、これで保存されるのかと。本当ですよ。最初はね。本当。今、いつの間にかもう当たり前になっちゃいましたですね。当たり前で、ソフトウェアを立ち上げたんだけど、このソフトってどこに入ってんだろうってね、全然気にしなくなりましたよね、もうね。はい、ボタンを押して立ち上げると、それがその自分のハードディスクの中から立ち上がってるのか、なんかどっかインターネット上のどこにあるのかよく分かんないのが立ち上がってるのか、はい、そんなことすらよく分かんなくなってきましたね、最近ね。だからまあそういうのがやっぱりこのトレンドになってますよね。はい、それからね、このね、CRM、カスタマーリレーションシップマネジメントってことで、まあ、そういった顧客情報をいかにこのキャプチャーするかと、この辺がやっぱりこう非常に大きな流れ、ね、まあ、だからこれがやっぱりあれですよね、このね昔は CRM っていうとこを自分の顧客って話なんだけど、とにかく世の中の人がどういうふうに動いてるのかみたいな、そういうようなデータ、まあね、消費者の行動は全てそのデータであるみたいな、そういった中でこういったこの、まあ、特にそれぞれの会社が自分の顧客をどういうふうに、マネージしていくのかっていう、まあ、戦略が、まあ、非常に重要で、お客のところに汗かいて情報を取ってこいみたいな話は、まあ、もちろん今でもあるんでしょうけど、ね、じゃあどの客に声聞きに行くんだよとかね、あるいは自動的にそういう顧客からその何データを集めるにどうしようとか、まあ、そこの戦略をどういうふうにこうやるのか、まあ、これもまた、まあ、戦略っていうかどんなアプローチ、結局、情報空間っていうかね、クラウド上っていうかその、いわゆるインターネット空間の中でこうやるわけですから、そこをこう、まあ、適正にアプローチするためのソフトみたいな。今だったらだってもうあれですよね、必要なエンジニアってパチパチ系のエンジニアじゃなくて、このデータベースと DX を、混じり合わせたシステムというか概念とかね、その構造を企画開発できるその人を募集してるみたいですね、企業ね。そうですね。
まさにそういう話であって、うん、まあ、だからこの先のね、まあ、上位20社弱のとこ見てきましたけど、この話って別に、まあ、どこの会社にも当てはまるんで、そうですね、はい、ただまあこういうソフトウェアにまつわる、まあ、そういったトレンドがありますよね、うん、それからあとはモバイルアプリということで、まあ、昔はね PC 上でやってないんですけど、 PC でも携帯でも、ね、ノートでも、もうとにかくどこでもこう使えるアプリということで、うん、そのさあ PC でのソフトができました、それをなんか携帯に移管するみたいな、そんな話じゃなく、まあもう最初からこのモバイルでも使えることを前提としたソフトウェア開発みたいな、うん、この辺もやはり非常に今重要っていうか、それないともうダメでしょ、やっぱりね、今ね、そうですね、今ね、ね、だから同じソフトが PC でもモバイルでも動くというような、まあ、そういったようなこう全体のトレンドが、まあ、このソフトウェアはあるのかなというようなところですよね。